こんにちは、渡辺です。今回はですね、完全ワイヤレスイヤホンの対決ということで、じゃじゃーん、ソニーのエクスペリアイヤーデュオ、こっちと、あとアップルが出しているこの AirPods で、この2つをちょっと比較をして、完全ワイヤレスイヤホンとして、もしこの2つで迷ってるならどっちを買った方がいいのかっていうところをお話ししていこうかなと思います。で、完全ワイヤレスのイヤホンって、結構いろいろ出てるとは思うんですけど、やっぱ一番最初にね、完全ワイヤレスの流れを作ったのはこっちの Apple の AirPods ですよね。こっちはもうデザインからしてうどんとか結構言われたり最初してたんですけど、実際使ってみると、非常に使い心地も良くて音質もいいですし、不満点の少ない結構いいイヤホンなんですよ。で、こちらはね、結構私の場合はこの動画を編集する時とかにこのイヤホンで音声を聞きながら編集をするっていうのも結構多いんですけど、で、先日購入したこちらですね、エクスペリアイヤーデュオっていうイヤホンについては、ちょっとまたアップルの AirPods とは性質が若干違うイヤホンなんですよね。で、具体的に何が違うのかっていうと、こんな感じで形状ももちろん違うんですけど、一番違うのは、こんな感じで耳のところに穴が開いてるんですよね。で、この穴が開いてることによって、こうやってイヤホンをつけても周囲の音が普通に聞こえるんですよ。で、今自分こうやって話しながら動画を撮っていても、この話し声とかも普通にイヤホンをつけていても聞こえてきますし、で、音楽をね、聞いてても周囲の音が聞こえるので、そのあたりがね、一番 AirPods との違いになってくるわけですね。で、今回ちょっといろいろな項目でこの AirPods と Xperia イヤーデュオを比較していこうと思うんですが、で、音質についてなんですが、私の個人的なしばらく使ってみた感想としては、完全にこちらの、AirPods の勝利となっています。で、なんでかっていうと、このエクスペリアイヤーデュオは重低音がほぼないんですよね。重低音が、あったら、周囲の環境音が聞こえなくなっちゃうんで、当然っちゃ当然なんですけど、やっぱり音楽とか聴いてるときはちょっと迫力を求めたいときとかってあると思うんですけど、このエクスペリアイヤーデュオについては迫力を求めてはいけないっていう感じの音質になってるんですよ。だからといって音が悪いってわけじゃないんですけど、ちょっとシャカシャカした音っていうか、そういう感じの音なんですよね。次にこっちの Apple の AirPods については、もう使ってる方は非常に多いと思うので、ご存知だとは思うんですが、音質は結構いいんですよ。完全ワイヤレスとしてはですけどね。で、実際音楽とか聞いてると、そこそこ重低音とかもあって、迫力のある音も出ますし、聞いてて途切れたりとか不快に思うようなことも特にないので、非常にそのあたりは優秀なイヤホンなんですよね。ということで、音質については AirPods の勝利でございます。はい、で、次にですね、手軽さですね。普通の有線のイヤホンじゃなくて、こういう完全ワイヤレスのイヤホンが好きな人って、手軽さがある方が好きだからこそこういうイヤホンを使いたいと思うんですよね。ケーブルがあるイヤホンだと、どうしてもケーブルが絡まったりとか、そのスマホとケーブルで接続してポッケにスマホを入れてイヤホンをつけてっていう、今までこれが当たり前だったんですけど、そういう手間が嫌だっていう人がこういうのを使いたいと思うんですよね。完全ワイヤレスイヤホンであっても、やっぱそのあたり手軽さっていうのは若干差があるので、手軽さについてちょっとこの2つ比較していきたいと思います。で、どうやってこの手軽さを測るんだよっていうところなんですけど、何秒でこのイヤホンを両耳つけれるかっていうのを測って、やりたいと思います。じゃあまず1番手はこちらの Apple AirPods ですね。はい、いきますよ。 3,2,1。 はい、終了ということで、何秒だったでしょうか。かなり早かったと思うんですけど、もうなんていうか、スッスッってつければ終わりなんですよ。もう非常に手軽というか、もうパカスッスッって、もうその3つでもうすぐつけれちゃうんですよね。で、もちろん取り外す時もパカスッスで終わりです。やっぱこの手軽さって大きいんですよ。で、次に、2番手ということで、このエクスペリアイヤーデュオの方をちょっと何秒でつけれるか見ていきたいと思います。じゃあいきますよ。 3,2,1スタート。はい、完了です。ということで、
何秒だったでしょうか。今、こちらの方にね何秒だったか出してるんですけど、もうあの今私何秒か測っていなくてももう明らかに差があるのが分かるんですよね。でなんでこんなに遅くなっちゃうのかっていうと、このイヤホンってつける時に下からこの耳をこう挟んでスッとつけてギュッて押し込むみたいな、ちょっと特殊な付け方をする必要があって、で最初はこれすら結構慣れが必要なんですよ。でそれをまず片方やってもう片方やってってなるので、ちょっとね5秒から10秒ぐらいはどうしてもかかっちゃうんですよね。まあ外すときは両方パッて外せるのでいいんですけど、もう AirPods なんかはもうイヤホンを取っておけばもう両方同時にスッてつけれちゃうので、やっぱ手軽さは AirPods の方が大きいかなというところがあります。はい、で次にですね、使っていて面白いのはどっちかっていうところなんですけど、個人的にはですねこちらの、Xperia イヤーデュオの方が使ってて面白いです。はい、なんで面白いのかっていうと、これ実は耳に装着をするとまずその日1回目つけた時にその日のニュースが軽く流れたりするんですよ。でさらに霧のいい時間になったらお疲れ様です何時ですみたいな感じで耳から時間のアラームが鳴ったりとか、まあ、なんか何かとこの楽しませてくれる機能が多いんですよね。で操作についても AirPods でも結構いろいろポンポンってやったら止まったりとかいろいろ操作があるんですが、 Xperia イヤーデュオはこのヘッドジェスチャーっていう感じで首を振って、ジェスチャーで操作をしたりとか、あの AirPods にはないいろんな操作があったりして、まあ、使ってて面白いんですよね。で私の場合周りにねこれを持ってる人がいないので、あの使えてないんですが、実はこの Xperia イヤーデュオを持ってる人同士だったらこれを装着してグループチャットができたりとか、まあ、そんな機能も備わってるんですよ。まあ、それもね例えば、まあ、数人でこれをあの買ったりするとあのトランシーバーみたいな感じで使えたりするので、 Xperia イヤーデュオにしかないポイントだと思います。じゃあちょっとねせっかくなんで、細かく外観の方も、比較していこうと思います。はい、ということで、まずねこっちが AirPods でこっちが Xperia イヤーデュオの、ケースに入っている状態ですね。でも見るからにもう見てわかるようにAirPods の方が小さくて、Xperia イヤーデュオはケースが非常に大きいんですよ。でもう重ねちゃうとわかるんですが、もう1個、2個、3個ぐらい、もう AirPods 3倍ぐらいの、大きさの違いがあるんですよね。で、開けるとこちらがこんな感じで、AirPods はパカッと開けるとこんな感じ。で中を取り出してみると、はい、こんな感じになります。もうイヤホンの大きさの時点でもう結構こっちの Xperia イヤーデュオの方が大きいですよね。ただ大きいからといってつけててそんなに邪魔くさいとかそういう風に感じたことはないですね。これがあの噂のというか、あの穴開いてるっていうやつなんですけど、ここにその穴が開いてるから周囲の環境音が聞こえて、でなおかつこっちの穴ですね、ここから音が耳の方に直接入ってくるんですよね。ちょっとこの仕組みがやっぱ今までになかったものなので、うん、ここには大きな価値があるかなと思っています。で、それに対して、AirPods の方は、もうこんな感じで、特に穴があるとかじゃなくて、で普通にここに音が出るスピーカーというか、そういうのが、2個ずつついてるんですよね。で、さらにこっちの内側にも、ここも音が出る部分が、ついているわけで、やっぱ音の重厚感というか、重さがやっぱ違うんですよね。Xperia イヤーデュオは音が出る穴が1個しかないので、もうその時点でやっぱ、違いが出ちゃうのはちょっと仕方ないですよね。見た目についてはもう完全に好みが分かれる部分だと思うんですが、個人的にはちょっとこのシンプルすぎる AirPods の見た目よりもこっちのちょっとゴージャスな感じがある Xperia イヤーデュオの方が
見た目は好みですね。はい、であと最後価格についてなんですけども、こっちの AirPods についてはと Apple で購入した場合に 18,144 円ということで、約2万円ぐらいの価格になっています。価格 .com とかを見ると1万6000円弱ぐらいで売っているので、まあだいたい1万6000円で、手に入れることはできるというところですね。でそれに対してこちらのXperia Ear Duo の価格は通常の正規価格では 33,192 円となっています。 AirPods の約倍ぐらいの金額になってるんですよね。で結構ですね、今価格 .com とかを見ると値下がりをしていて、で最安で 23,000 円ぐらいの価格になっています。 Amazon が安いですね。ということで、まあ、実売価格でいうと AirPods が 16,000 円ほどで、 Xperia Ear Duo が 23,000 円ほどっていう形になっています。まあ、ちょっと Xperia が高いかなっていう気はするんですけど、イヤホンとしての機能以外のいろんな機能がついているので、おそらくその辺で価格が上がってるのかなっていう気はしますね。はい、でもしね、この2つどっちかしか買えないよっていう状態だった場合、どっちを買うのかっていうところを、お話ししますと、個人的にはどっちか買うんだったら AirPods かなっていうところです。こっちももちろんいいんですけど、音質がこっちの方が安心して聴ける音質というか、まあ、音楽を普通に楽しめる音質なんですよね。対してこの Xperia Ear Duo の方は、まあ、音質ももちろんいいんですけど、重低音がなかったりとか、まあ、純粋に音楽だけを楽しむっていう感じではないんですよね。あくまで使うのは周囲に人がいて、音楽を聴きながらも話をすることがあるとか、あとはお仕事でこれをつけながら仕事をして、たまに会話をする時があるとか、それからあとは通勤とかで電車に乗ったりする時とか、アナウンスが聞こえないと乗り過ごしてしまったりとか、降り過ごしたりとかあるじゃないですか。でそういうのを Xperia Ear Duo であればもうほぼ間違いなく防げるというのが一番のポイントかなと思います。はい、ということで今回はこちらの AirPods と Xperia Ear Duo、この2つの完全ワイヤレスイヤホンを比較してきました。で、まあ価格にも若干差があるんですけど、まあ、それぞれいいところがあるので、まあ私としてはね、この両方持ってて良かったなっていう気がしています。でも完全に用途を使い分けちゃってるんですけど、私の場合はこの AirPods は普通に音楽を聴くときとか、会話をすることがなく仕事をしているときとか、まあそういうときに使ってますね。でそれに対してこの Xperia Ear Duo は会話するかもしれない状況で音楽を聴いたりとか、音楽を聴きながら仕事をしているときとか、そういう時とかにこっちを使っています。買い物に行く時とか、これをつけながら歩いててレジとかでお会計をする時とかに、やっぱ店員さんとお話をするんですけど、まあ、その時とかも音楽流れてても普通に声が聞こえるので会話ができちゃうんですよ。なのでいちいち音楽を止めて会計をするとか、そういうことをしなくても良くなってるんですよね。でもしちょっと不安だったらポンポンってタップすれば音楽を止めることもできるので、やっぱその辺はかなり便利ですよね。まだ完全ワイヤレスイヤホンどっちも持ってないよって方であれば AirPods の方はおすすめです。で AirPods も持ってるけど、ちょっと面白い完全ワイヤレスイヤホン試してみたいなって方はこっちも使ってみる価値は十分あるかなと思います。はい、そんな感じでこちらのチャンネルではガジェットの情報とかカメラの情報、あとはゲームのお話などをたまにしていますので、もし気に入っていただけたらまず高評価お願いいたします。他の動画もご覧いただいて、いいなと思っていただけたらチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。